にちは、タコボカリンです。今日は私のスタメンアクセサリーを紹介していきたいと思います。半年から1年前ぐらいに1回アクセサリー紹介の動画を載せたんですけど、最近結構インスタの DM とか YouTube のコメント欄でアクセサリー紹介してほしいですっていうお声をいただいていたので、改めて撮ってみることにしました。なのでぜひ最後まで見てていただけると嬉しいです。それでは早速紹介していきたいと思います。そしたらまず私が今日身につけているアクセサリーなんですけど、じゃあリングからいこうかな。これがエテのものなんですけど、彼の弟がプレゼントでくれたものです。でこれイヤーカフにもなるんですけど、めっちゃ可愛くて、しかもね、自分でここグッてやったり広げたりしてサイズ調整もできるんでおすすめです。でこれは彼とその彼の弟と一緒にアウトレットに行った時に買ったので、ちょっと今売ってるかが分かんないんですけど、3点セットのものでした。これめっちゃ使ってます。イヤーカフとしても使ってる。イヤーカフだとこんな感じになります。このね、合わせとかでもめっちゃ可愛いから使える。本当にね、超お気に入りです。でこっちの手につけているこのリングなんですけど、これは H というところのリングです。結構ね、太めでポテッとしてて可愛いデザインが、よくねこの人差し指につけてることが私は多いです。中指とかにつけてもね、こんな感じで可愛いんですけど、私はこういうちょっとねごつめなものが好きです。骨格ナチュラルなのもあると思うんですけど、はい、この2つは結構リングの中でも特にお気に入りでおすすめなものとなってます。でこの右手の薬指につけているリングは彼とのペアリングなんですけど、これはエテで購入しました。なんで彼のつけているリングもエテです。で私のはここにダイヤがちょこんってついてる感じになってます。確かリングが5号だったかな。はい、めっちゃ可愛くてお気に入りです。このペアリングに関しては結構質問でもずっといただいてたので、参考にぜひしてみてください。はい、で私が今このつけているイヤリングが、ちなみに私はピアスは開いていないので全部持っているものはイヤリングなんですけど、これは誕生日プレゼントで友達からピアスをもらったんですよ。でうわピアスかみたいな、いや耳開いてない、どうしようってなっていっぱいバーって調べて出てきたのが4度 C で、なんかこういうピアスの針にこういうのを刺してイヤリングに変換できるよみたいなやつが売ってたので、これを購入して付け替えました。でこのピアスがバレンティノのピアスです。めっちゃ可愛いの、このちょっとスタッツがここについてて、ウィーンパールみたいな、こんな感じです。結構ボリューム感もあるし、なんか普段使いには私はしないです。ちょっともったいなすぎる。まあなんか自分の誕生日の時とか、なんかのパーティーちょっとおしゃれしたいなみたいな、いつもより決めたいなって時にこの子は使うようにしてます。気軽にお出かけする時につけるのが本当もったいないっていう。でもちょっと今日はつけてみました。かわいい。でお次がこの時計です。これはね、ピネのポップアップの時にファンの方からプレゼントで、いただいたんだけど、エテのものです。めっちゃ可愛くない？これね、いつもつけてる。かわいい、本当にありがとう。大切にね、使わせていただきます。エテです。そしたらイヤリングから紹介していきます。イヤリングね、私が一番つけてるイヤリングはじゃん、こちらのエテのイヤリングです。こんな感じになってて、パカってはめるだけなんだけど、めっちゃピアスっぽく見えるし、どんなコーデでも合う。なんかこういうコーデでもワンピでもスウェットとかでも合うんで、もうこれはなんだろう、旅行行く時とかもこれをもう 99% の確率ぐらいで持ってってるし、全然落ちないんですよ。マスクとかしてるとやっぱ外した時にポロッて落ちたりイヤリングするんだよね。だけどそういうのが一切ないんで、超お気に入りでおすすめ。しかもこれ確かね、アウトレットで買ったんだよね。なんかエテのアウトレットめっちゃいい、いいものいっぱいあって半額とかで買えるんで、すっごいおすすめです。だからちょっと今売ってるか分かんないんだけど、ぜひ探してみてください。はい、お次はじゃん、こちらのバンドーム青山のイヤリングです。ここにね、これダイヤなのかなちょっと分かんないんだけど、ついててキラキラが、私はだいたいこういうねゴールドの
あのもの、まあ、どちらかというとダイヤ系よりもゴールドだけかパール系が多いんですけど、これはね一目惚れして購入しました。去年のクリスマス付近に買ったかな、確か。こんな感じです。結構ねシンプルなので、あのコーディネートの邪魔をしないけどさりげなくキラキラしてるよって感じなんで、派手めなあのアクセサリーとかが苦手だなって方にはもうすごいおすすめです。なんか女の子らしくて華奢な感じがね可愛い。はい、お次はじゃん、こちらはアイアムナオのイヤリングです。なんかこの変わった感じ可愛くない？これねすごいお気に入りなので、これは私のお友達のナオがやっているブランドのものなんですけど、本当にアイアムナオのアクセサリーは他にはない感じのデザインのものが結構多くて、なのに割とお手頃価格、3000円から5000円ぐらいの価格帯、プレゼントとかにもねおすすめ、友達への。こんな感じです。この揺れる感じがすごい可愛い。なんか髪を下ろしてる時とかでも可愛いんだけど、上げてる時とかだとやっぱ存在感結構増してくれるのでおすすめです。どう、あのたくさんね可愛いアクセサリーあるので、ちょっとインスタで調べてみてください。はい、イヤリングラスト、じゃーん、これはサンローランのヴィンテージのイヤリングです。これはヴィンテージショップに行った時に彼にプレゼントしてもらいました。彼はね結構私にアクセサリーをプレゼントしてくれることが多いです。これもねめっちゃ可愛いんだよね。じゃん、こんな感じです。存在感あるけどこれもあんまりコーディネートを邪魔しない感じかな。これもなんかデイリー使いというよりはなんか特別な時につけるようにしてます。すごいキラキラしてて、この光沢感も上品でお気に入りです。近くで見せるとこういうね、やっぱヴィンテージのアクセサリーとかは味があってめっちゃいいなって思います。で、確かこれが桜の花びらをモチーフにしたイヤリングだった気がする。ちょっとね、前に載せたアクセサリー紹介の動画と内容がね、似てるかもしれないんですけど、本当にリアルスタメンアクセなので信じてください。ということでイヤリング編が終わったのでイヤカフ行きます。じゃん、こちらはLAH というブランドのイヤカフです。私にしては珍しいシルバーなんだけど、デザイン可愛すぎて一目惚れでゲットしました。すごい大きいんだよね。もう一個私次紹介するイヤカフこれなんだけど、見て、やばくない？このねボンって存在感がすごい可愛い。一個つけるだけで決まるんで、でシルバーの部分があんまり見えないんだよね。だからゴールド好きの私でも使いやすい、こんな感じです。でもし今日シルバーな気分だなとかだったら、これ逆にすればただのシルバーこんな感じのイヤーカフになるんで、ここちょっとパール見えてるけど、こうやってつけるのも可愛いです。こんな感じで指につけたりしても可愛いかも。小指ならいけた。はい、お次、じゃーん、こちらはエテのイヤーカフです。これはもうちょっと小ぶりな感じのイヤーカフなんだけど、こんな感じで上の方にキュッてつけたりしても可愛いし、下に持ってきても可愛いです。でこれすごいさりげないから割と日常使いしやすいかなって感じで、パールちょっと今日違うなと思ったらこれ逆にすればさっきと同じ感じなんですけど、ゴールドのイヤカフになるのでおすすめです。ツーウェイだね。だからこれは1個でつけても可愛いし、結構重ね付け、ここはイヤカフでこっちにはイヤリングつけるとか、2個付けがすごいね可愛いです。こういうさっきのパール合わせとかでもめっちゃ可愛いので、1個持ってたらすごい使えるなっていう印象。はい、イヤリング編が終わったので次リングいきます。このつけてるリングは紹介したので、じゃーん、これもバンドーム青山のリングなんですけど、これ2つセットで売ってました。こんな感じです。赤い石なんだろう、なんか宝石みたいなのついてて、これもキラキラしてる感じのものです。1個ずつ使っても可愛いんですけど、私はこのセットで売ってた2個付けがお気に入りです。なんかコーディネートのアクセントに欲しいなって思った時はこれつけます。とか持ってるアクセサリーに1個だけポンって重ねるとか、例えば私のこのペアリングにこうやって重ねるとかしてもすごい可愛い。はい、そしたらお次ネックレス、じゃーん、これはもう本当にシンプルで前からずっと使ってるんですけど、エテの、チェーンネックレスです。もう本当にシンプル。
こんな感じになるんですけど、もうやっぱねシンプルだから一番使えます。それこそスウェットとかパーカーとかに合わせたりしても可愛いです。でこれ10金なので錆びたりとかも全然ないし、私金属アレルギーなんですよ。だからずっとこれなら長く安心してつけれるなって感じです。やっぱねこういうのはね1個持ってたらすごいいいと思います。でお次がじゃーん、こちらのサンローランのネックレスです。これは去年の誕生日にももちにプレゼントでこのシルバーをあげたんですけど、もう本当に可愛すぎて私が欲しいくらいだわと思って、あもうじゃあいいや私の分も買っちゃおうと思って買っちゃいました。これねすごい可愛いし、こんな感じなんだけどハートの主張があんまりないので可愛すぎないし、私の彼もすごい可愛いって言ってくれます。これいつもで、お値段は確か4万円ぐらいでした。なので5万円以内でプレゼント探してますとかっていう方にはもうすごいおすすめだなって思います。サンローランね結構ねネックレスとか可愛いのいっぱいあった。イヤリングとかもイヤカフとかか。でお次がじゃん、こちらのアガットのアコヤパールのネックレスです。これはねまだ一回結婚式とかでしかつけてないんだけど、めっちゃ可愛いの。普通に結婚式じゃなくても結構カジュアルなコーデとかにも合わせても可愛いんですよね。まあ今日の格好とかでも全然可愛いんだけど、今日はちょっとでも決まりすぎちゃうかな。でもつけたらこんな感じです。こういうなんかカジュアルにつけれるパールのネックレスが欲しくて、そうアガット行ったらあってやばーと思ってね、これも友達へのプレゼントを買うついでに買ってしまいました。なんか夏とかだったら T シャツにデニムにネックレス、このネックレスつけるとかでもすごい可愛いと思います。結構ねパールの色味もサイズ感もバラバラなんですよ。それがね可愛いなって思う。統一感あるとやっぱ結構綺麗めになっちゃうんで、これめっちゃおすすめです。はい、そしたらお次じゃん、メガネ。これ最近一番つけてるメガネなんですけど、皆さんおなじみのリシーの伊達メガネです。こんな感じ。これ一見こうやって置いてあるのを見るとちょっと縁が結構派手、烈光なんですけど派手に見えるんだけど、かけると全然ねそんなことないんだよね。なんか黒縁って結構黒縁ですって感じがするんだけど、これは程よく抜け感が出るのでめっちゃいいなと思って、はい、よく持ち歩いてもいるしつけてもいます。これがね本当に最近一番つけてるメガネです。そしたらラスト、ヘアアクセサリー編に行きます。ヘアアクセサリーはじゃん、こちらのアッカのヘアクリップです。これ多分ね一番使用頻度高いんですけど、このヘアアクセサリーは私がいつもここら辺くるくるってしてパチッて止めてるやつです。こんな感じ。これちょっと結構お気に入りのヘア、アレンジなんですけど、本当にここ適当にやって止めるだけなんで、可愛くない？これはね何年か前のクリスマスプレゼントに彼にもらいました。何年前なんだろうな、もう3年前ぐらいになるのかな多分。でももう3年経ってもねこんなに持ちいいし、すごい新品かのように綺麗なので、使用頻度一番高いのに綺麗に保ててます。アッカのやつちょっとお高めなんだけど1個持ってるとずっと使えるんで、プレゼントとかにもすごいおすすめです。エミネーの誕生日プレゼントもアッカのヘアアクセサリーにしました。すごい喜んでくれた。お次はじゃん、こちらのプラダのバレッタです。これはこの間のクリスマスプレゼントで彼からいただいたんだけど、めっちゃ可愛いの。ここにこうやってパチって止めるだけで決まってくれるので、やばい本当に超嬉しい。もうこういうねヘアアクセサリー系をすごい彼はプレゼントしてくれるんだけど、全部センス良すぎて本当神、可愛すぎる。やっぱヘアアクセサリーとかこうやってつけるとテンション上がるので、はい、プレゼントにも自分のモチベーションを上げるためにも購入するのすごいおすすめです。可愛い、本当に可愛い。これやばい、今日のコーデに合いすぎてる。でお次もじゃん、プラダのこちらはヘアピンです。これは自分へのクリスマスプレゼントで購入したんですけど、本当に買うつもりなくてプラーって見てたら、結構ゴールドとかシルバーのクリスマスシーズンの
コレクションがわーって並んでたんですよ。でめっちゃ派手でわーすごいなーと思ってて、アクセサリーとかあるんだみたいな、あーでもちょっと派手だなーと思ったんだけど、なんか店員さんにつけてみますかみたいな言って、あーじゃあちょっとつけてみようかなと思ってつけたら可愛すぎて、ちょっとお値段張ったんだけど、クリスマスプレゼントという言い訳にして買ったって感じだね。ちょっとつけるとこ見せます。これはね、つけなきゃわかんない可愛さ、こんな感じでピッて止めて、これだけ。可愛くない？めっちゃ可愛いんだけど、しかもね、あのすごい止まりやすいんですよ。こういうピンってスルスルスルと落ちてきたりするんだけど、めっちゃもうさすがプラダ、ぴったり止まるんで。でこれはちょっとクリスマスのコレクションのものだったと思うんで、今売ってるかわかんない、売ってない可能性の方がちょっと高そうなんですけど、まあこういう感じのねピンとかゲットするのめっちゃおすすめです。ヘアアクセサリーなんかやっぱ髪型って結構飽きが来るじゃないですか。なんだけどこういうのでね、あの気分転換できるのでいいなって思います。そしたらラストいきます。じゃん、こちらの、この間の10万人突破した時に彼からもらったカチューシャです。もうこのカチューシャも本当に可愛くて、もうカチューシャとか大好きなんだけど、いっぱい持ってていっぱい紹介したいのあるんだけど、ちょっと今日はアクセサリーの紹介なので1個だけ厳選してつけます。じゃん、こんな感じです。このね、太さあるのに薄いからボリューム感があんまり出なくてめっちゃ可愛い。このボリューム出るタイプはね、私も苦手だし、結構みんなもつけ方難しいなって思ったりすると思うんだけど、これはもうめっちゃつけやすい、誰でも挑戦しやすい太めカチューシャって感じで、おすすめだしお気に入りです。これはザ・ヘアバーっていうところのカチューシャです。ここでちょっとヘアアレンジとかしても可愛いし、こんな感じで前髪とか全部入れ込んじゃっても可愛いなって思います。はい、私のスタメンアクセサリー紹介いかがでしたでしょうか。ちょっとあのこういうアクセサリーだけじゃなくて、メガネとかカチューシャとかヘアアクセサリー系も紹介してみたんですけど、ぜひ参考になれば嬉しいです。もう私本当にアクセサリー大好きで、あの昔から使ってるものの方が結構多いんですけど、どんどん新しいものとかも紹介できたらなと今年は思ってます。ちょっとわかんないけどね。はい、ということで今日も最後まで見てくださってありがとうございました。じゃあバイバーイ。